中日は3者連続ホームラン8対現在10対1と中日の先発山本昌に大きな援護点を与えています。また京セラドームでは、優勝マジック点灯を狙う楽天が勝ち越しに成功しています。2対1。で現在ヤフオクドームのロッテ対ソフトバンク、ロッテが2点リードしていますので、このままでいきますと楽天球団初の優勝マジック28が点灯することになります。こちらから以上です。ランナーが今スタートの構えを見せました。さあ今度はジャイアンツが、いや阿部はここは左対左ですから、はい、無理しないで村田は調子いいっていうのは分かってますから、つなごうっていう意識だと思いますよ。痛烈な当たり、打球はライナーで伸びていく、フェンス直撃、一塁ランナーは三塁へ、打った阿部も二塁へ、チャンスを広げました。ピンチの後にチャンス。